はい、どうも皆様ごきげんよう、クイです。それではマリオラビッツキングダムバトル続きをプレイしていきましょう。このね、謎解き要素がなかなかめんどくさそうなんだよね。どこにどの石像を置くかっていう問題なんでしょうね。石像がまずいくつあるの？2つ？赤と黄色を押さないと向こう側の扉は開かないと。で、白いスイッチがあるから、白いスイッチが押せないと多分先に進めないんでしょうね。とりあえずやるだけやってみるかと思うんだけど、石像のところまでまずどうやって行くの？こっち側はいけるか、まずこっち側いけるか。 OK、 じゃあまずこの石像を取るのは優先実家を、あ、待って、ブロックを押す。あー、なるほど。まず赤かな？いや違う、緑だね。緑を押さないと先に進めねえな。で、次は？あ、こっちか。はい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 。で、これを取って、はい。で、黄色か。まず黄色か。OKOKOK。で、ここのブロックを押していくと。シュルシュルシュルといきますね。で、緑を取りつつ、これを押せば青が開くと。 OK、 なるほど。あー、端がね、あ、段階的に上がってくるわけね。で、これをまた緑に戻すと。 OK、でもって、ここは、まあ別にジャンプする必要なかった。ここを押すと。え、割と簡単だったんじゃね？はい。やれることからなんかこう、ちゃんとしらみつぶしにやっていけば全然苦にはならん感じでしたね。はい、ワンワンみたいなのがいっぱいあるよ。おう。あ、走れなくなった。マリオたちが急に歩き始めた。最後か。よし、行こうか。最終回だ。突然の最終回。クッパ様がお怒りじゃ。おう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 、クッパキャッスル。あれ、ジュニアの乗り物だよ。マリオ、お父さんが。お父さんどうした？あのドラゴンとやり合ってるのはなんか変なんだ。そんなこと言ってももうダメだ。僕のせいなんだ、だからお願い。素直に謝ってますね。え、クッパ負けたん？もしかして。取り込まれたよ。クッパとあの謎のドラゴンが融合するわけね。ドラゴン、クッパドラゴン、クッパドラゴン、かっこいい。メガドラゴンクッパ、史上最強の怪物、ボスを倒せ。え、あいつらは出てこないの？あ、ブアルキリーはいるね。ブアルキリーはいるけどさ。で、どうせスライディングとかできないんだろ？めっちゃいっぱいおるし、なんならなんかもう、なんか、あの、なんや、あの、チーム編成できないやつじゃん。それ、しかも斜めだね。手前の2体にもスライディングができる。か。ん？いや、全員にスライディングできますね。ブアルキリーたちはできればスライディングだけで倒していきたいんだけど、待って、まずこいつの能力よ。移動20マスばっかじゃないの？どこにでも行けんじゃん。ダークヒーローセットダメージ100、敵を引きつけるマグネットダンス、マシンガンファイヤー100か。え、さ、ダークヒーローサイトをやった上でさ、マシンガンされたりとかしたらさ、もう絶対200ダメージ食らうやつじゃん。辛いな、それ。まずブアルキリーたちかな。ボル系のブアルキリーたち先やるか。
回復はちゃんとしっかりしないと怖いことになりそうだね。でもブロックの後ろとかはちゃんと陣取った方がいいのかな。待って 2体スライディングか。じゃあこうをこうかな。でブロックの後ろに陣取りたい。 OK。 クッパに攻撃したいよ。本当はまとめて攻撃できればいいんだけどね。こっちの方がいいか。こうするか。おっと、めっちゃ吹っ飛んだな。ばらけたぞ。ばらけてしまったな。さて4体にスライディングができる。こっちのやつらには全員できるのか。1体2体3体 OK で、チームジャンプしてここに行こうかな。1体2体3体。あんだけ敵が密集してたんだったらやっぱラビッツマリオの方が良かったのかね。すげえ攻撃範囲、すげえ攻撃範囲だな。待って待って、これはさ、こうらしい、いや待って、これかな、クレイジーボイスかな。遠ざけて、よしよしよし、これでよし、当たらんな。 OK、 ストーン行ってこい。バルキリーたちはストーンにはならんね。あー、いや、クッパがストーンになる。 OK、ただ遠ざかってしまったからスライディング等々ができない感じになってしまったな。まあそれはそれでしゃあなし。これ後ろに陣取った方がいいかな、素直に。倒せるかもしんない。撃つか。おっと、当たらんかったか、マジか。ヒーローサイト、さあどう敵が出てくるか。20マス移動でしょ。よし、マリオの後ろ背後を取る。でマシンガンか。マシンガンっていうか火炎ボール連弾だね。でブアルキリーたちの攻撃が集中して当たるようなところに引きずり出されちゃったね。でダークヒーローサイトか。はい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 、はい、あ、ヒップドロップもしてくる。え、マリオやばいんじゃないかこれ。まずいねまずいねまずいねこれ。これ連続してヒップドロップ食らったらやばいよ。まずいまずい、これマリオがやられる可能性がある。これマリオやられたら勝ち筋なくなるから。77。バカなのかな。間違っても移動しちゃダメだよ今。まずこれでシールドを貼った状態で移動しよう。そしたらクッパのダークヒーローサイトは防げるはず。これで一回無効化しよう。よし、いいかい。可能な限り可能な限りスライディングするよ。ボタン操作間違えんなよ。よし、いいでしょういいでしょういいでしょう。はい、いくよ。来るね。 OK、 ゼロ。あー、でもファイヤーだ。あー、スライディングができない。あー、自分の狙った位置に行けなかった。マジか、きつーい。ストーンになれ。ならん、辛いなこれ。スライディングしてダメージは稼ごう。でチームジャンプして、ピーチもまたこれは生命線だから死なせるわけにはいかない。ピーチじゃない、ラビッツピーチだ。 ピーチのまがいものだからこいつ。倒せるね倒せるね、えらい、いいぞ。
で20マス移動でしょう。スライディング、チームジャンプで可能な限り本当は隠れたいんだけどしょうがないねこれは。はい、スライディング、チームジャンプ、 OK、 狙える、倒せるやつから先に倒す、 OK、 さよなら。よし、ブアルキリあと2体かなだね。よし、じゃあこれで終了。マグネットダンスか、ヒップドロップ、はい。でまずクッパの攻撃が来ると。クッパの攻撃先来てもまずコーラシールドでゼロダメージだから、それはありがたい。あとボール切りの攻撃が集中して飛んできちゃうね。ヒップドロップとか来るか、 50% 当たる、ファイヤー。バルキリーの攻撃が当たりにくいところに行ってほしいんだけど、絶対当たる場所に出ちゃったね。ただまあヒップドロップは食らわない場所に行った。 OKOK、 よし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 。で敵はダークヒーローサイトやってないから、それは非常にありがたい。こんな感じか。まあ、まずブアルキリーたちよりも、あ、じゃあクッパよりもブアルキリーたちを減らして、ダメージソースを減らしていきたいよね。スライディング、スライディングできるね。スライディングしてもうブロックの後ろに絶対隠れたい。 OK、 よし。クレイジーボイスとか、あ、当たる場所にないから。 OKOKOK、 スライディングで倒せる。え、待って、あー、ラビッツ、待って、あの黒いブロックの後ろまではいけるのか。了解。でそれだったらこうしてこうかな。で何を狙っているかって、マリオでスライディングでとどめを刺すんだけど、こっからさらにチームジャンプしてこの辺に行きたい。OK、 よし。でまあ狙えないんだけど、タンクが使えるっしょ。だからマリオのパワーブーストでラビッツピーチのタンクで行ってこい。よし、シールドもちろん貼ります。あとはもうないか。 50% の確率だけど一応やるか。当たるんかーい。それだったらタンククッパに打ってたよ。あ、でもクッパ遠すぎるからタンクの攻撃範囲ないじゃないか。強いて言うならクッパがもしかしたらタンクに攻撃してくれる可能性がある。そしてあいつ HP が今990か。うまくいけば、おお、範囲に入ってたのやつ、バカだね、バカだね。ゼロパーでーす。鉄のブロックあいつぶっ壊すの、マジか。残念だったな、鉄、あ、コーラシールドがあるんだ。お前のダークヒーローサイトはもう無力化されるんだよ。 OK、 しかも真ん中に移動してるからどっからでもあいつ攻撃が当たるんじゃないかね。とりあえず、はい、これよ。あ、でもファイヤー、エフェクト絶対発生するじゃん、あいつ、あ、熱いよーってでもね、あともう一回シールドあるから、まあお前は前に出てていいよ。ファイヤー、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。で、ハンマーさ、できる。ここはさ、無駄に頑張る必要はないような気がする。オッケー。でマリオで普通に攻撃、オッケー。でヒーローサイトで、敵が、ルイ、ワル、あの、ラビッツ、ルイージじゃない、ラビッツヨッシーに攻撃をしてコーラシールドが剥がれる。で、移動をするだろうから、その時にダークヒー、あ、ダークヒーローじゃない、ヒーローサイトで、マグネットダンス引き出してきたな。わお、ヒップドロップで、はい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 。で、攻撃してくる。はい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 。
熱い熱い熱い。いやでもお前動いたらもうそれで終わりだからな。動かないの、動かないの。分かってらっしゃる。だがこれで終わりだ。おーい、なんかやるぞ、絶対なんかやるぞこれ。それあり？ HP 残り少なかったらそれで終わる可能性あんじゃん。勘弁してくれ。まったくもって。でもブロックの後ろに隠れたいのに。隠れよ、ブロックの後ろに隠れよ。あ、待って、あ、でも待って、あそこ当たるんじゃないか。そうだよね、ここ隠れてるけど当たる場所だよね。もうやだ。可能な限り向こうに集まりましょう。おい、あ、いや待てよ、ここがいいか。いやでもここもなんか当たりそうな場所だね。いや、まだ、まだ、ため、物は試しだ。どうせ当たったところに20ダメージだ、関係ねえ。いや、与えるダメージ少なくなってね。まあいっか、 OK。 これやったって意味ないっしょ、近くに誰もいませんよ、言われてるし。で、マリオとかやられると本当にやばいんだよ。あー、そんな感じか。で、タンクは、あ、届くんだ、一応。タンク届くけど、でも、ガーデンフォースがいいでしょうね。はい。OK、OK。で、怖いけど、まあ、この辺に移動して、まあ、ヒーリングだよね。さあどうだ。うわー、なんか他の敵出てきそうよ。お前移動するんかい。ちょっと待って、そこの移動位置は、あ、お前の攻撃ってそれなの。当たった。え、待って、まずさ、画面全体を攻撃してから攻撃が飛んでくる感じ。あ、そういうわけじゃない。クッパの攻撃そのものがもうあれなんだね。バックラーたちやばいでしょ。なんでこんなバックラー出すの、バカなんじゃねえの本当に。でこれさ、どうせクッパ倒したところでさ、バックラーたちは次の多分チャプターじゃないけど次のシーンでも生き残ってるでしょどうせ。嫌になっちゃうねもうね。スライディング4人全員かましていくか？かませるんだよな。で、クッパの攻撃は、炎のつぶてみたいなのを上からガンガン飛ばしてくるだけだから、その範囲内に入っていなければ、特に問題はないのかもしれない。ということで、はい。縦横無尽駆け回る、ラビッツヨッシー。いいですね。で、手前のやつから倒そうぜ。まずは倒さんことには。こっちがいいのかな。行こうか、ストーン。 OK、 あれストーンになったからもう無理に倒す必要ねえや。で踏みつけてこうかな。でこっちに移動しようかな。バックラーたちを倒すことが優先だと思う今はね。 OK、 でスライディングが2回できるからこいつとこいつかな。で、はい、マリオでこうかな。ストーンになってるやつはもう今は無視していいから、はい、確実に倒す。シールドは必要ないと思う。そうだよね、そっち側に移動するよね。それはなんとなく分かってた、時計回りに移動するんだろうなって。で多分上に雲を吐くよね。
マリオの場所当たっちゃうんじゃないかな。当たっちゃうか、ブロックに隠れててもそこ当たるんだ。ってなるとバックラーの攻撃、え、なに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 、シールド、クッパがダメージを肩代わりしてくれる状態か。インクね、了解。よしよしよし、考えろ。だいぶこれは難しい状況よ。まずラビッツヨッシーかな。あー、そんな感じか。でクッパは上から炎を吐いてくることしかしねえんだから、壁に隠れる必要ないんだよ。壁に隠れる必要があるのはバックラの攻撃に対してだけだから。だからこのターンでバックラを全員倒す、それが理想系。スライディングで倒しきれないから、でチームジャンプで、あ、待って、ピーチにインク剥がしてもらわないと。これでいい、これでいい、ここ OK、 クリア。でこいつが踏みつけで終わる HP の残量だから、ラビッツヨッシー頼む。これ倒せるでしょ。 OKOKOK、 いいよいいよいいよ。でファイヤーが当たりにくい場所にスライディング、 OK。 でジャンプで倒す、 OK。 武器攻撃はプロテクトの効果の範囲内だけど、移動ダメージは関係ねえから。でこうかな、これで倒せるでしょ、 OK。よし、バックラーこれで全員倒した。あとはクッパに集中。よし、いけるね。ヒーローサイドでもって、はい、シールドで移動はできないけど、できない感じか、できない感じか。でファイヤーは当たる場所にないんだから、よし、クッパの攻撃はもう今度外視していいと思う。上空からしか攻撃しないでしょ。ならヒーローサイトで、うん、ちょっとずつ削る、 OK、 大丈夫。あと206で上空に向かって炎を吐くと。でこの次のターンで終わらせる、 OK。 誰にも当たらんはず。問題は次どんな攻撃パターンが来るかだよね。それもちゃんと視野に入れつつやらないといけない。260でしょ。パラディンが微妙にいけるかどうかなんだよね。だからマリオのブースト届かない。待って、じゃあピーチ姫のヒーリングでマリオの HP を確実に OK 回復させておく。で、マリオを待って、そもそもマリオの攻撃でいけるのか。待って、じゃあちょっと待って、移動しつつ、あ、この辺でいいや。ファイヤーが当たらなければそれでいい。でパワーブースト、あ、届かないところにしてた、まあいいや。どうしようかな。じゃあ、接近させるか。接近させよう。はい。いけるのではないかなと思うんだけど。やるだけやるか。こっちの方がいい？いや、違うな。ラビッツヨッシーのこれの方が確実か？今届かないけどね。いやいやいや、冒険しようぜ。 OK、 来たね来たね。あ、ヒップドロップでもしますか。
何してんのお前。シールド100、スピニングシェルダメージ100、移動100。今シールド状態でしょ。だから多分攻撃しても多分意味がないんだよね、きっとね。怖いねこれね。シールド剥がせないっすね。シールド剥がせないのか。ちなみにこれはクレイジーボイス。あ、ダメなんだ。一応じゃあブロックの後ろに隠れて、シールドは何回攻撃しても意味がないのか。じゃ あもうできることないか。はい、スピニングしてるか。あー、ブロックの後ろに隠れてたからスマッシャー、ブロックの後ろに隠れてたからスピニングシェルで、あれか、混乱、あ、なで、スピニングシェルでブロックを破壊させて、で、混乱っていうか気絶状態にさせておかないとシールドを張っちゃうわけか。めんどー、非常にめんどくせえ、非常にめんどくさいけど頑張るしかねえな、これ。まず攻撃が先かな。スマッシャーは今はいいよ、ほっといて。はい、タンク使いてー。スマッシャーは地道に攻撃を与えつつ、こんな感じか。え、どこがいいだろう。スマッシャーの攻撃はちょっと今度外視していいと思う。当たっちゃうね。普通に攻撃する。オッケー。で、ラビッツ、待って、シルハル。このザコどもがストーンにかかってくれると嬉しいんだけど、まあそうは問屋が下ろさないですよね。じゃあこれで、移動位置をこっち側にしとこうか。で、はい、さあこれでどうだ。またスピニングシェルしてくると思う。あ、中央に戻って、スピン、あ、中央に戻ってからスピニングシェルするんだ。なるほどね、自分のその今いる位置からじゃないのね。あ、よかった。でもよし、移動させといて正解だわ。ただマリオが絶対食らう。吹っ飛ばされるかこれ。インクか。あ、よかったよかったよかった。あ、今あれパワーブーストか、攻撃力を上げてるだけか。え、でもさ、絶対さ物陰に隠れてればいいんだから、案外余裕では。で、あとクッパの HP が874でしょ。とりあえずやる？やろうか。 OK。 マリオがもうやばいんだよね。で、ピーチも案外やばい。ここじゃないとダメだ。 OK。勇気を出してやるべきか。あ、吹っ飛んだ。オッケーオッケーオッケー。これでもう反撃は届かない。通常移動での攻撃は届くけど、次のターンはね。あ、でお前もあのクレイジーボイスで敵遠ざけとけ。オッケーオッケー、これでいい。移動してダメージだけはちゃんと蓄積させておくかね。これ、こいつの移動範囲は？あ、届いちゃうね。OK。じゃあ、
さっきの場所に戻ってくる形でいいっすよ。あーでもどうなんだろう、こうした方がいいか。はい、ちょっとでもマリオの火ダメを少なくしたいから、いよいよいい感じで回せてる気がする。でこっからじゃあ攻撃当たんねえんだよクッパに。だから今はいいよ。どうした、ラビツヨシなんかワンコみたいなポーズしてるけど、じゃあどうしよう、無駄にするの嫌だから攻撃するのは後にしようか。じゃあ移動をまず先しよう。スライディング、ジャンプ、で、スタンプ、で、こっちに移動しようかな。OK。攻撃する必要ある？わざわざ攻撃する必要ないような気はするんだけどね。近づけましょう。OK。で、ヒーローサイド。クッパがシールドを貼る前にこっちに移動してくるから、ああはいはいはいに入らないか。ラビッツピーチ確実に狙ってくるもんあいつだが、はいオッケー、気絶。来るね、来るけどピーチのところまでは当たらんよ。よしオッケー、吹き飛びや、オッケー、倒したでしょ。オッケー、でもう一体も近づいてくるはずだから、あそっちね。でそれね、多分ねクッパにもね攻撃当たるんだよ。ほらよし、帰れ帰れ帰れ、あ帰んない、エフェクトが発生しなかった。あやばい、マリオがやばい。いやでも倒せないと思う、倒せないだろ、危なあ、やばい、そうだ、さっきの攻撃は反撃分だ。やられたね、やられたけど肉を切らせて骨を断つの精神ですよ。マリオを倒したと思っただろうお前ら、え、インクになっとるやないかい。やば、待って待って待って、それやばい、これで終わると思ったのに今。ちょっと待って、可能な限り可能な限りラビッツヨッシーに近づいて、いけるか、ギリいけなーい、ギリいけなーい、ほら、いやこれででも終わるはず、終わったな。はあ終わった、あ力が弱りきってますな。困り顔ですね。ああ落ちた、爆散。ああそっかそっかそっか、ああよかった。これで懲りたんじゃないの僕たちも理解、僕たちも理解を超えたパワーで遊んではいけないって分かったし、そうっすね、いたずらはしないようにする、なるべくなって。でもあのドラゴンをお父さんから追っ払ってくれたのは助かったよ。ルイージだけもめっちゃガクブルなんだけど、ああお父さんが起きたら怒られるぞ、お前たちが代わりに怒られるって、どうせ お父さんはマリオのこと嫌いなんだし、そういう話じゃないんだけどな。王国はもう大丈夫だって伝えるんだ。よし、じゃあもうこの物語もこれで終わりですね。じゃあまたな、次会う時は戦場だな。
マリオがやられちゃったんだよ。ターン7ターンで終わらせないといけないのに最低の評価をいただきました。 OK です。いや、まあ一番最低の評価はゲームオーバーかもしれないけど、はい、ラビッツマリオの、はい、なぜかわかんないけど、あのつなぎだけが先に走っていっちゃうっていう、こういうブロンズ像ですね。ヒーローたちの HP がアップしました。武器が追加されました。ボルケのチャレンジが追加されました。ビーブのホルが使えるようになりました。地面を掘って、平らにしましょう。新しいチャレンジが遊べるようになりました。これさ、追加要素が何かあんのかな。あるんだったら、まあ、もうちょっと実況を続けられるんだけど、どうなんでしょう。あ、ムービーや。またあ、よかった。おかしいでしょ。何喜んどんね。よかったっすね。え、君らまだ元の世界に戻っとらんの。それにしてもこのタイム洗濯機がこんなにも大きな事件を起こすなんてね。そうですね、タイム洗濯機。あ、そうか、過去だ。このタイム洗濯機のタイム機能を使えば過去の僕に冒険のアドバイスを送れるぞ。ああ、そういうこと。僕も冒険中にアドバイスをもらったぞ。ってことはあなたの大ファンって僕。いやいやいや、自分自身をあんなに褒めまくる人なんていないでしょう。いや、君ならあり得る。でも僕が受け取ったメッセージは一応過去の僕にも転送しておこう。親愛なるビーポ様、何事にも立ち向かい頭がよく人を導くような光のようなあなた様。あとはもらったメッセージのコピペでいいや。過去の僕は受け取った時に混乱しないように差出人の名前をどうしようかな。そうだ、フューチャーってビーポってことでイニシャルを FB にしよう。フューチャービーポ。なるほどね、そういうことだったのね。マジで俺 Facebook か何かかと思ってたよ。おっと、武器を添付するの忘れるとこだった。はあ、なるほど、そういうことだったのね。やっぱりこのメッセージは送らない方が良かったかな。もしかしたら何かのトラブルの原因になるかもしれないし。まあまあまあ、送ったことによってでも助かったのは事実だしね。トラブルなんて起きないでしょ。いやいや、そんなことはねえよ。うん、じゃあまあこんな感じかな。なるほどね、そういう感じだったのね。確かに試合ならあなた様の大ファンって誰のことだろうとは思ってたけど、自分自身だったか。あ、え、こんな感じ。ちょっと待って、あのね、これね、これね、よく見てください。ほら、もう ラビッツたちめっちゃ多いんだよ。ちょっと金ピカになってるしな。ああ、ああ、ああ、すごいね。もう、飛んだ感じになっちゃってるよ。はい。97%。あ、隠しエリアが終わってねえのか。いや、でも隠しエリアは俺、もうなんか、一番最初の、なんだ、なんとかガーデン。エイジングガーデンか。あそこの隠しエリアだけは収録してみんなにお見せしたけど、それ以外はもう個人的にやってるからな。今更する必要ないんじゃないかなとか思ったけどな。になんかムービー入ったよ。メガバグの問題は解決できたね。でもまだやることはありますよ。僕の新機能ホルを使って探索してみましょう。まずはボルケーノがいいかもしれません。ホルだけじゃなくてまだ悪いラビッツが残っているみたいです。見つけて解放してあげてください。あ、そうか、悪、ブワラ、ブワルイージとブワリオと、あと、あいつがいた、ボルケーノクイーン、ボルケーノクイーンだ。あいつらがまだいたわ。そっかそっか、まだやるべきことあるわ。ビーチ城の近くに究極のチャレンジが4つ隠されているようです。探してみてください。ラビッツジムにも何か追加されたようですよ。まだまだなんかありそうだね。でも確かに、ブアルイージたちは解放しないといけないかもしんない。なんかあるよ、ここ。ギターみたいなのあるけど。オッケーオッケー、そういうのがあるんだったら、まだやらないといけないっすな。オッケー、よし、じゃあ今回はここまでにしておこうか。
なんか変な火山があるけど、こんなんあったか今まで。調べらないし。究極の4つのチャレンジね、ちょっと気になるところではあるけど、究極の4つのチャレンジ、こういうところにあるってことなのかな。ね、ここにもさ、なんか掘るってなんかなかったっけ。あったような気がするけどな。ここじゃないね。あ、待って、これか、これホールだ。掘って、はい、なんだこれは。これ究極のチャレンジだよ、もしかして。アルティメット、なるほど、こういうのがあるわけね。 OK、 よし、じゃあ次回はブアルイージーとブアリオとボルケーノクイーンを、まあ、助け出すっていうか解放するところからスタートかな。で、その後、まあ、アルティメットチャレンジ 1,2,3,4 を順序よくクリアしていけたらなと考えております。はい。よし、じゃあ今回ここにしときましょう。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。